さあ皆さんこんにちは。今回はちょこちょこアフレコを入れながら、動画作ってみました。ぜひ最後まで見てみてください。今回は食欲の秋がテーマになっておりますので、たくさん食べますでは、家を出発してちょっとね遠出しようと思っております。行ってきます。こちらは9月限定の栗白玉を食べようと思っております。店内の雰囲気めちゃくちゃ好きです。メニューがこちら。今回頼むのがこちら、栗白玉。じゃん、なんか初めての感覚です。お漬物もあります。いただきます。これね、びっくりしたのがね、めっちゃトロトロなんですよ。あ、こんな感じなんだと思ってびっくりしました。見てください、この粘土、ね、粘土っていうよね。白玉もちゃんと入ってます。どんな感じかなって、こう食べた瞬間に、口に入れた瞬間にもうなんか栗きんとんを食べてるみたいな、栗がめっちゃ濃厚な味して、すっごい美味しかったです。これなんか最近食べたものの中で一番衝撃なくらい美味しかった。そしてね、このほうじ茶がめちゃくちゃ合うんですよね。いや、栗とほうじ茶は相性抜群です。このトロトロの、これなんて言うんでしょうね、これがめっちゃ好き。あとこのお漬物、音がもう最高です。途中でね、こうお漬物を食べると塩味があって、またこう、あ、また甘いの食べたいってなるんですよね。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。苗木場跡にやってきました。なんか来るのめっちゃ久しぶりな気がする。ちなみに、小雨が降っているためなのか、駐車場に私の車しかありません一人で満喫していこうかなと思います。なんかちょっと暗くて雰囲気があっていいですね。初めて栗持ったけど、これめちゃめちゃ殺傷能力えぐくない？めっちゃ痛いんだけど。秋ですね。駐車場からぐーっと降りてきたんですけど、なんとあっちが正解だしあれ間違えてるな。さっきのところに戻りましたということで、一発目の二択で間違えてました。こっちです。びっくりだよ。暑い、めちゃめちゃ暑い、やばい。すごいセミうるさいけど、一応これ9月なんですよねセミも元気だね。そしてめっちゃ景色が綺麗。頂上目指して歩いていきます。というかダッシュしてますちなみにただいま汗で、汗でベタベタですおー、すごい景色、景色がすごい。天気がいいとさらにいい景色かも。
き入れました。そしてめちゃめちゃ汗臭いですやばい。さあ、いい運動もできたし満足したので下山します。いや、暑いけど止まると風が吹いて涼しくて秋って感じでめちゃめちゃいいですね。いい運動しました。さあ、続きましてはまさに栗きんとんを食べに隣町にやってきました。お邪魔します。いろんな種類あるんだね、本当に迷っちゃうけど、これが一応一番人気の栗きんとん。すごい人気で待ちました。メニューがこちら、シンプルでいいですね。ちなみにこちらの右の栗パフェ、これが期間限定らしくて皆さんこれ食べてました。私が頼んだのはこちら、通常の栗きんとんの2倍のサイズの栗きんとんを頼んでみました。美味しそう。そしてトレイが栗の形、かわいい。いただきます。私実は抹茶味はすごい苦手なんですけど、お抹茶好きなんですよね。めっちゃ美味しかった。濃さがすごかったです。見てください、ちょっと見慣れない人いるかもしれないんですけど、めっちゃ大きくて、あー、なんかナスッと入る感じが最高です。ナス粘度がやっぱすごいので、こうぐちゃぐちゃってならないのが気持ちいいですね。一つがねすごく高いので、もうなんか細かくしてこう大事に大事に食べました。うん、美味しい。景色もこう自然を見れてすごく素敵なお店ですね。ちなみに栗きんとんはお店によってこう粗さが違ったりするので、味も微妙に違うのですごく楽しいです。ごちそうさまでした。ハート。ちょっとね、塩味が欲しくなっちゃってスガキ屋やってきました。こちらなんと390円、安いよね。そして名物の謎のフォークスプーン、これフォークとして使ってる人見たことないんですよね、マジで。スプーンでいいんじゃないっていつも思うんですけど、やっぱこれがスガキ屋のいいとこなんでね、これはもういつまでもこのままでいてほしいと思うばかりです。安定の美味しさですね、やっぱり。ちなみに今日はアフレコを一発撮りしてます。よろしくお願いします。背筋いいな、この角度いいなさあ、ここまで見てくれてありがとうございました。またね、バイバーイ。